はい、じゃあ続きいきます。ギャグラサッカーの真彦名人実践。最近あんま勉強しないです。どうしよう。あとは字で指すことがあります。カーリーグ現代将棋、羽生先生の本が好きです。もう基本から本を読むことだと思います。私は個人的に好きなのは、あと菅井の音が好きです。ピオ将棋漫画ですよね。シオンの方が好きです。これは調べたんですけど、第60期王座戦の渡辺羽生戦の第4局の千日手局です。あー、でもいいです。でもその将棋の66銀、あ、これ有名ですけど、66銀で、うん、はい。わかりません。はい、憧れの棋士佐藤天彦名人。はい、これ昔からですか？最近ですね。王道のセンス持ってて、うん、佐藤名人ので、それで王道な手を指そうと思いました。奨励会員のこと10秒将棋だとかでバンバン指してます。うん、なんか短い将棋をたくさんする方がいい。あ、そうですね、いろんな戦型が指せるんでいいかなって思います。うん、そう、ネット将棋ウォーズもでもやっぱやってるんだ。やってます。結構もう本当に経験でやりたいから、いろんな人と、アマチュアの人でも女流棋士の人でも奨励会員でも誰でも、もう10秒とかちょっと10分切り負けの時もあるし、もうとにかく指すようにしてます。うんうん、そう、だからなんて言うんだろう、でもすごい、だから体育会系なところもあるし、でも本もすごい読むよね。そう、そうね。まあでも変わりゆく現代将棋はいいよね。うん、マナちゃんもね、矢倉好きだったよね。そう、矢倉、そうね、女流結構振り飛車と重いから、なかなかしたくてもならなかったり、うん、こうやったらいざ勝つの難しかったりするんですけど、矢倉かっこいいよね。うん、なんか本当に純文学って言われてるだけある、うん、ロマン感じるのは未だにやっぱ好きなところに、ももちゃんは矢倉は今日もずっと好きなのかしら。そうですね、うん、ずっと好きかもしれない。うん、なんかのんびり、うん、戦えたり、でも急戦もあるけどね。うん、あ、その千日手局66銀、はい、すごかったよね。うん、なんかどうリアルタイムで見てましたか？いや、実は現地に行って勉強しに行って見てたんですよ。で、結構遅い時間帯で、あ、もうなんか渡辺先生勝ちそうかなとか思って見てたら、うん、いきなり羽生先生飛んできて、66に飛んできて、うん、ひょえーってもう控室が、うん、歓声が上がって、これはもう千日手だってことで、うんうん、その日泊まりました。泊まらせていただきました。結局あれですよね、千日手の後にだから指し直しをやったから、ものすごい終局も遅かったんですよね。そうなんですよ、指し直し局も矢倉で結構まあ長かったんで、うん、先生がね、はい、私はあのネットで確か見てたんだけど、うん、すごい、そこまだ寝れないのかって思いました。そうだよね、将棋ファンあるあるだよね。寝させてくれない黒棋士の先生が。静岡県ってすごくこう将棋盛んで、タイトル戦もすごい多いよね。うん、まあそうかもしれない。あとタイトル戦もだけど、あの順位戦の一斉対局とか、うん、渡月楼であったりしますね。どうだろう、あ、そっか、牧之原大地だから、じゃあちょっと牧之原の魅力も。牧之原は、うん、あの牧之原大地が、あの、広がってるんですけど、うん、まあ、お茶畑ですね。お茶がすごく美味しいですね。あの他のお茶と違って深蒸しがあって、深蒸しは120秒かな、蒸すのかな、うん、なんか結構独特なお茶の出し方とかあったりして、あとは空港があります。空港があります。空港いいね、便利、大事、うん、素晴らしい。そう、富士山静岡空港があります、うん、で、あといい、まだ大丈夫、大丈夫、まだチャンスあとね、
さっきこの名刺を出したんだけど、いけるかな、この後でもらおうかな。じゃあ、お、これは田沼意次さんの出身地なんですよ。うーん、で、今年が300周年、生誕300周年ってことで、これは宣伝しなければということで、うんうんうん、はい、よろしくお願いします。牧之原に行ったら、ももちゃんに、はい、でもたまに牧之原も行ってる、たまに帰りますよ。あの、はい、じゃあ皆さん、ももちゃんに会いに牧之原まで行ってください。行ってください。